カボックスさんの自然派スイーツ、カボチャ丸ごと召し上がり。元祖かぼちゃプリン、カラメルソース付き。昨日の晩御飯はチャオチュールでした。オープン。ハッピーバースデー。丸ごと出てきました。かぼちゃの中心がプリンなんですね。カラメルソースをかけて、さてさてどんなお味でしょうか。はあ、まずは一個こなしてから。こんな感じ、美味しそうですね。かぼちゃとプリンの二層、これが美味しい。皮まで食べれて一石三鳥ですね。ジョン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 ってすんなよ。